川端です。よろしくお願いします。今回は中学受験の問題となります。三平方のね、定理、小学生は習ってないよね。それはちょっと禁止で考えてみると面白い問題です。2つの正方形がありまして、この中にある正方形の一辺が8センチと分かってます。またこの AH から AE 引いたものは2センチですよと。その時の三角形 AEH の面積を求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、それではね、解説していきます。まあ、三平方の定理をね、使えるんだったら、まあ、ここの差がね、2センチなので、ここを例えば A と置いて、ここの長さは A たす2とかって置けて、で、まあ、ここで三平方の定理使えば A が出て、A が出れば、普通に面積を求めることができるわけですけれども、今回はね、ちょっと三平方の定理は使えないよっていう前提でね、話を進めていきたいと思います。そしたらですね、まず、この図形ね、ちょいちょい見たことあるんじゃないかなと思うんですけども、これ、四隅の直角三角形はまず合同になりますね。合同って書いてありますが、まあ、なんで合同になるかと言われたら、まあ、斜辺がね、すべて等しくて、まあ、ここ直角ですから、でここの角丸、ここの角×とすると、丸足す×が90度。なので、ここ90度だったら、丸と×足して90度だから、ここ丸。で、×、丸、×、丸、×。ってやっていけばですね、まあ、一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので、まあ、この4つの直角三角形は合同だってことはすぐわかるかと思います。そうすると、長さがですね、ここ今 A としましたが、この A の長さ、ここも A、ここも A、ここも A。例えばここを B とするんだったら、ここも B、ここも B、ここも B というぐらいになるわけですね。で、今、この AH と AE、つまり B 引く A が2センチだよってことは分かってます。じゃあこれどうやって使うのかっていうことなんですけど、ここでですね、ちょっと補助線引っ張っていくんですね。ここの部分をですね、ちょっとうまく分けていきたいと思います。どういうふうに分けるかっていうことなんですけども、長方形を4つ作ります。例えば、ここ AE ホニャララ H ということで、ここ長方形ができるように作ります。同様にして、ここに作ります、長方形。こういう長方形ですね。同様にして、ここから長方形を作ります。同様にして、ここに長方形を作ります。そうすると、今、ここの長さが A だったら、この長さが A になりますよね。で、こっからここが B なので、B 引く A で、こっからここのさ、B 引く A は2センチの方に2って出ますよね。同じように考えれば、ここが B で、ここ A ですね。A だから A。で、ここの長さ、B 引く A で、やっぱり2なんですよ。で、ここも A で、ここ B ですから、ここ B ですから、B 引く A で、ここも2。で、ここも B で、ここも B。で、ここ A ですから、B 引く A で、ここも2。ということはですね、ここにできる四角形が、すべて辺の長さが等しくて、もちろんこれ90度ですから、正方形ができるんですね。まあ実はこの正方形の中にさらにこの正方形ができると。で、この正方形が 2×2 で4平方センチメートルですね。で、そうすると、この、4つの直角三角形、今この正方形で、この4つの直角三角形ってやはり合同ですよね。この4つの直角三角形ですね。っていうことは、この正方形から、この正方形を引いたものが、この4つの合同な直角三角形になるわけですから、大きい正方形から小さい正方形引いて、その結果を4で割れば、ここ1個分が出るというわけですよね。で、ここの面積は、もちろんこの面積と等しいですね。三角形 AEH と等しい。ということで答えが出るということですね。式にしますと、8×8。で、この面積出して、2×2 を引いて、で、そうするとこの結果、まあ、64-4 で60ってなりますが、これを4等分したもの。この4つ直角三角形、合同な直角三角形できますかね。ということで、64-4 で60、60÷4 で15と。だから15平方センチメートルというのが答えになるというわけなんですね。はい。ということでね、非常にね、問題として、
三平を使わずにね、解くこともできたということですね。ちなみにですが、これ三平方の定理使っても、ちょっと面白い問題になっていて、今、ここを A としたら、先ほど言いましたけど、ここの長さ A 足す2ですよね。じゃあ A の長さが出れば面積出るよって言いましたけど、三平方の定理ですね。この2乗足すこの2乗はこの2乗ということで式立てると、A の2乗足す、括弧 A 足す2の2乗、イコール8の2乗。まあ、64ですね。でこれ計算すると、A2 乗足す、A2 乗足す、4A 足す4、イコール64。で、2A2 乗足す、4A イコール4を移行して、64-4 で60ですね。で、ここで2で割ると、A2 乗足す、2A イコール30ですよね。で、今何を求めたいかっていうと、この三角形の面積ですよね。もちろん A が分かれば答え出るわけですが、この三角形の面積って、A かける A 足す2かける2分の1で出るわけですよね。A かける A 足す2かける2分の1。で、この式がですね、これ A でくくったら A かっこ A 足す2イコール30。で、これの両辺を2で割れば、かける2分の1することによって割る2か。割る2することによってこれが出ますよね。で、これが両辺2で割るから30を2で割って15ですね。で、これが A かける A 足す2かける2分の1。この三角形 AEH の面積を表しているから答え15平方センチメートルという具合に出すことができるっていうことなんですね。なので、実際にこれ A の長さをね、求めようとしなくても、実はこれ A を求めようとしてもですね、綺麗な整数にならないですね。これ、まあ、解の公式、もしくは平方完成で解いて、解かなきゃいけないので、綺麗な数。まあね、小学生だからね、ここにね、なんか当てはめてなんかうまくできるんじゃないかなって考えるかもしれませんけども、実は、A の長さが、ルートが入った式に、ルートが入った数になってしまいますよということで、これ因数分解綺麗にできないのね。ということなので、答えがね、それぞれこういうふうに15平方センチメートル。というふうに、それぞれって言い方がおかしいか。15平方センチメートルというぐらいに求めることができるわけですね。分かったかな？私ですね、普段ツイッターやってますのでね、ぜひ、そちらの方も覗いてみてください。以上で解説終わります。では。